こんにちは、ムンさんです。ムマです。ムンさんのパソコンの液晶モニターが死にました。これと同じ液晶モニター2枚で、動画の編集をしてたら突然片方の画面が真っ暗になって、しばらくして焦げ臭い匂いがしました。多分ね、バックライトに電源供給する基板についてる FET っていう電子部品が焼けた匂いです。一番壊れやすいバックライトが生きてるから直せばまだまだ使えるんですよね。自分で修理できそうな匂いなんで、修理に挑戦してみたいところなんやけど、この液晶モニター裏蓋がね、二次止めされてなくて簡単に分解できないんですよね。これ2009年に買ったからもう9年近く使ったのかな。毎日使っているヘビーユーザーの割には持った方ですよね。それで調べたらめっちゃ安いんですよ。はい、新しいの買いました。後で開封して古いやつと比べてみますね。今液晶モニター安いですね。周りのやつよりかなり安いのに画質も性能も良くて目に優しい。薄くて軽くて消費電力が半減して電気代が半分になる。おまけにバックライトの寿命も長くなるし、修理する時間と手間を考えたら買い替えた方が安いんですよね。後で紹介しますけど、こんないいモニターが1万円台前半で買えるんですからね。いい時代になったのか、物を大切にする気持ちを持ちにくい悪い時代になったのか。1万円台前半で買えるんなら同じものを2枚買ってツインモニターにしてもいいですよね。しばらく使って気に入ったらもう1枚買ってお揃いにしようと思います。せっかくなんで、これから長いお付き合いになるお友達を簡単に紹介しますね。こいつの名前は ASUS iCare モニター、23型 IPS 液晶モニター VZ239HR です。薄さ 7mm のウルトラスリムボディ。どんだけ薄いんやろ。早く開封してみたいな。重さもね、壊れた古いやつが 4.7kg に対して 2.7kg、 2リットルのペットボトル1本分軽くなります。マルチディスプレイに最適。壊れた古いやつよりフレームが薄くなるんで、画面と画面のつなぎ目がかなり目立たなくなるでしょうね。目に優しい ASUS IKEA 技術を搭載、ブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術搭載だそうです。目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。 LED バックライトの制御に DC、直流方式が採用されているので、フリッカー、ちらつきが発生しないそうです。視野角178度の高性能 IPS パネルを使用。水平方向、垂直方向ともに178度ということなんですけど、すごいな。ほぼ真横から見てもちゃんと見えるってことですよね。ちなみに壊れた古いやつは視野角160度から170度なんですよ。はい、現在主流の TFT 液晶パネルの駆動方式には主に大きく分けて3つの種類があります。TN 方式、VA 方式、そして IPS 方式です。 IPS パネルの特徴としてはですね、他の方式と比べて最も視野角が広くて色の再現性が高く発色が美しいという特徴があります。その特徴から医療用の画像表示用モニターに IPS パネルが使われています。色をちゃんと再現してほしい写真や動画の編集にも向いてますね。 IPS 方式は高価ですが、このモニター安いんですよ。ということで、届いたばかりのお友達を開封して実際はどうなのか確認してみます。軽っ、何これ、軽っ、めっちゃ軽っ。何キロ、まずはですね、フリスビーのような台座です。プラスチックじゃねえ、ちょっと重たいですよ。ちょっと重い、鉄でできてる感じ。ここ
それもつけるんでしょうけどね。つけとくか立てにくいからとりあえずつけてみますね。ここ乗せて、ここなんだろう、珍しいな。これねじるだけですね。すごい、あの工具がいらないっていうのがいいですね。はい、これでつきましたよ。で、中に入っているのはオーディオケーブル、VGA の青いですね。 D サブ15ピンのケーブルですね。 AC アダプターも思ったより小さいな。あ、こんな綺麗にフィルムがついてます。説明書ですね。それではこのカバーを外してみたいんですけど、じゃーん、このあれ角度どうやって変えるの。そのままやるとバキッと割れそうやしな。あれ、これ向き合ってんのかな。こうまっすぐ立てるとこう斜めになるんですよ。あれ、どうやって動くの。あ、いけた、大丈夫かな。結構無理やりやっても大丈夫ですよ。こんな感じでマスになりました。で、こうマイナス5度からこういう風に動きます。思ったより横幅広いな。はい、軽いな。 2.7 キロだったっけ。裏によいしょ、 HDMI 端子とVGA 端子とオーディオ端子と AC ですね。 HDML の端子があるんですけど、 HDML のケーブルは入ってませんでした。中に入っているのは D サブ15ピンだけですね。だから HDML のケーブルは自分で用意しないといけません。 HDMI と VGA の端子しかなくて、あの DVI 端子は付いてないんですけどね。この DVI っていうのはこういうやつですよ。まあ、もしあの DVI でのケーブルでつなげたいときはですね、まあ、こういうね、DVI と HDMI の変換できるアダプターが600円とか、まあ、値段に余裕ありますけどね、数百円で買いますよ。ね、つないで、つなげばこうね、HDMI に差し込んでやれば、DVI のケーブルでもつなげられますしね。この VGA と DVA の変換するアダプターもいろいろありますからね。この DVI と、HDMI の変換とかね。一応、これはちょっとオスなんですけどね。まあ、DVI のケーブルつなげる場合はこういうメス型。メス型を買わないといけませんけどね。まあ、こういうのがあるので、まあ、なくても大丈夫ですよ。ね、今はもう HDMI に変わってきてますからね。このモニター 1.5W かける 1.5W のステレオスピーカーもついてるんですけどね。1.5W なんでね、あまり期待してはいけません。この裏のここね、こっちに、ここから音が出るようにやってます。まあ、ブンさんは USB で別のスピーカーつなげて使ってるので、まあ、スピーカーはついててもついてなくてもどっちでもいいんですけどね。薄さが7mm、 薄っ。結構頑丈、薄い、7mm ですよ。ひまがない、お前7mm ですよ、7mm ですよ。すげえな。もっと薄いのもあるんでしょうけど、高いもの買えばね。いや、もうこんだけ薄ければ十分十分十分。ちょっと古いやつと比べてみましょう。壊れたやつ登場です。この差見える、分かりますか、この厚みの差。この厚みが古いやつで、これ 2.5 センチありますね。この辺が 2.5 センチで、この胴体の部分が7センチありますからね。10分の1ですよ。ここ進化がすげえな。思った、思った、めっちゃ重い。こっち持った後すごい重さを感じる。全然違う。こっちは 4.7 キロ 4.7 キロで、こっちは 2.7 キロです。フレームの差もすごいよね、やっぱね。こんだけあるのに嬉しかった。
はい、せっかくなんでね、このモニターをノート PC につないで表示してみましょうか。はい、まずねこういう HDMI ケーブルを用意します。の片方をこっちに差し込みます。 UEC はねあらかじめ差し込んであります。そしてほとんどのノート PC には付いてると思うんですけど、この D サブ15ピンの VGA 出力か、HDMI 出力、もしくはその両方、どっちにつないでもね画面のプロパティの設定によってノート PC の画面と同じものをそのまま表示させたり、画面を拡張するツインモニターとして表示させたりできますよ。画面と同じものをそのまま表示させる場合はですね、プロジェクターに映したりとかするんですよね。もしかしたらこういうことができるの知らない人もいるかもしれませんね。ここに先ほどつないだ HDMI ケーブルをつなぎます。はい、それでは電源を入れてみましょうかね。この辺にあるんですよ。ここだな。あれ、どこだ。これか。はい、行きますよ。スイッチオン。来ました。ASUS。いきなり出てきた。これは画面拡張でなくて、ロート PC に映ってる画面をそのまま映してる感じですね。これそのまま同じものが映ってるだけなんで、ちょっと拡張してみましょうかね。適当なところで右クリックして、ディスプレイ設定で、これ1、2になってるでしょ。見るか。もうちょっと大きくするか。これはね、これ複数のディスプレイのところ、表示画面を複製するになってるのを、表示画面を拡張するにすると、これでツインモニターとして使えます、ね、ブラウザが消えたでしょ。ブラウザはノート PC の方に映ってますよ。そのノート PC に映ってるのをこっちのモニターに持ってきます。で、上から来ますよ。ほら来ました。あら来ました。ちょっともうちょっとお昼したいな。こんな感じで綺麗に映ってますね。これも設定もこっちもとこれ、はい、これで上から見てるとちょっとやりにくいですけど、識別を押すとこれが2になるはずです。で、これをね、これ横にしたり、この2ってやつがこのモニターですよ。この1話の PC、ノート PC です。上にあるんですけどね、この下にしたければここに下にすればいいし、横にしたければ横にすれば、ここにある方向にマウスでね、なんかウィンドウ動かしたいときに、この第2モニターがある方向に動かせます。上だったり横だったりね。今これは下にあるんで下にしてますけどね。これで適用にすれば、よいしょ、下にあるようになります。走行中の操縦編を映してみましょう。よいしょ。ああ、ちょっと上から見てるからな、ちょっと見にくいんだけど、でもすごいわかる。足が、本州と四国を最初に開通した瀬戸橋です。向こうに見えるのが、すげえな、すげえぞ。何がすごいって、視野角178度って言ったじゃないですか。これほとんど真上から、真上から見てるんですけどね、見えるんですよ、こういうふうにね。これ178度、すごいね。薄いし、ほんまに178度、ほんまに真上から見てるけど絵が見えるんですよ。すげえな。まあ期待より、
綺麗に写ってますね。この商品アマゾン限定らしいんでね、たまにアマゾンの、タイムセールで1万円近くまで値が下がることがあるそうです。2枚目はそのタイミングを見計らって買ってみようかな。消費電力が、こっちの古いやつの、55ワットから半分以下の24ワットになるので、2枚をツインモニターで使っても、壊れた古いやつ1枚分より電力を消費しないんですからね。電気代が安くなりそうで楽しみです。はい、ということでブンさんが新しく買ったお得な液晶モニターの紹介でした。とりあえず今はサイズバラバラのこんな感じで使ってます。壊れた液晶モニターさん、長い間ありがとうございました。はい、今日の動画はここまで。次の動画を見るためにチャンネル登録お願いします。ほなさいなら。ほなさいなら。